クリフトン・トゥルーマン・ダニエルはアメリカ合衆国の著述家、元新聞記者、ハリー・エスト・ルーマンの初孫。父はクリフトン・ダニエル。母はハリー・エスト・ルーマンの娘メアリー。現在20代の息子がいる原子爆弾の被災地を訪問。1957年、ハリー・エスト・ルーマンの一人娘のマーガレット・トゥルーマンとニューヨーク・タイムズ記者のエルバート・クリフトン・ダニエル・ジュニアの 間に生まれるミルトンアカデミー高校からノースカロライナ大学に進み、ウィルミントンのモーニングスターの記者となった。また、タイリアンホールで演出において、主要な役割を担った。2000年頃、白血病を患い被爆10年後に12歳で、亡くなるまで鶴を折り続けた、佐々木貞子の兄、正弘から電話をもらい、広島訪問を打診されて、以来、 訪日を真剣に検討し始めた。2012年に初めて来日し、8月6日の広島平和記念式典と8月9日の長崎平和記念式典に出席した。2015年4月28日、ニューヨークのジャパンソサイティで被爆者と共に講演した。広島と長崎を訪問したい気持ちがあったものの、自身がトルーマンの孫であるため、 被爆者や遺族から避難される。私は行くべきでないと考えていたという。平和記念式典に参列した後、私を心よく思わない被爆者もいることは知っているが、帰国後は本を書き、広島の被爆者の思いを広めたいと語った。ダニエルは、私なら、被爆者にこう言える。祖父は、戦争を早期に終結させ、アメリカ人の命を救うことを最優先にして、 原爆投下を決断した。彼は日本人の命も救いたいと願ってはいたが、優先的に考えたのは自国民の命だ。と述べている。毎年トルーマンの誕生日に開かれる追悼セレモニーで2015年はトルーマンの親族が集まる中、ダニエルは出席しなかった。ありがとうございます。